ハッピーフライト80点。新人の CA と研修中のパイロットらを乗せた飛行機は時間通りに離陸したのだが、飛行機内でサソリが大量発生したり娘がいなくなったりするパニック映画と違い、この映画は飛行機が離陸して着陸するまでだけの映画です。にしても1回飛ばすだけでこんなにも労力がかけられてるなんて、もう全面協力の全日本空輸さん、さすがです。空港の受付や CA などの目に見える仕事から、整備士、電気予報士、管制官などの普段はお目にかかることのできない仕事内容とそのディテールには感心しました。天候はもちろんのこと、鳥の衝突、ネジの紛失なんかの些細な問題で大事故になるかもしれない飛行機を、飛行機の性能じゃなくて関係者たちの頑張りによって最も安全な乗り物として成立させているのだなと気がつかされます。見終わった後は飛行機に乗りたいような乗りたくないような、そんな航空業界の楽しさも厳しさも味わえるハードフルな職業映画でした。